皆さんこんにちは、石黒にシャル店の浅田です。石黒彦根店野々垣です。石黒鳴海店菅原です。そしてこちら今回お世話になります、筑豊丸竹越船長です。筑豊丸の竹越です。よろしくお願いします。今日はお願いします。よろしくお願いします。今日はこれからメタルステゲームを始めたい、もっと釣りたい、楽しみたいと思っているお客様に向けて、船長からスッテのセレクトやロッドの操作方法などなどアドバイスをいただきながら楽しんでいきたいと思います。早速ですが船長、はい、今の状況はどういった感じでしょうか？そうですね、いつもならね、もうそろそろマイカが始まる時期なんですけど、今はまだ麦イカですね。まあ、麦イカの釣り方っていう形に今日はなると思うんですけど、はい、ありがとうございます。それでは行ってみましょう。ではポイントに到着です。船長、最初に探る際のすってのセレクト、狙い方について何かポイントはありますか？はい、すってのセレクトはまずね、今狙っていくのは麦イカなんで、まずはねちょっと派手め目立つカラーのチョイスをした方がいいですね。でマイカとはちょっとねまた変わるんですけど、麦の場合はやっぱ派手めなカラーから当たっていくことが多いんで、まあ、ピンク、チャート、グローとかそこら辺の目立つカラーを選んでもらった方がいいかもわからないですね。では早速やってみましょう。船長、一連の釣り方を教えてもらえますか？はい、まずはね、今だとちょっと深めからいきます。 100m まで、下ろしててもらうんですけど、で落とす時もねゆっくり下ろすんじゃなくて、なるべく糸の出を早くして、はい、ちょっと早めに落としてってみてください。はい、でフォールで乗る場合もありますんで、はい、あのフォールの当たりもしっかり見ながら、まずは 100m まで下ろしてってみてください。わかりました。はい、もう当たってますね。釣れてる。ここで説明しながら当たったら一番かっこいいですけどね。浅田さん次第です。はい、それじゃあね、 100m まで落ちたら今度はね、ちょっとね特殊になります。麦イカだけはね動いてるものに反応しますんで、ワンピッチジャークになりますね。ワンピッチでもうストップとかステイ止めるタイミングなしで、ずっとねワンピッチでしゃくり上げていってみてください。はい、でその時ねドラグしっかり締めといてください。はい、緩んでるとね結構水深がある分合わせが効かない時がありますんで、ちょっと強めにドラグは締めてもらって、でしっかりめにねワンピッチで吸ってを誘いながらやっていってみてください。はい、速さとかは？速さはねその時で結構好みがあるっていうか、その時のイカの状況によって変わってくるので、はい、結構探ってもらわないとダメですね。早めがいい時もありますし、ゆっくりしっかり誘った時がいい時もありますんで、しっかりめにちょっといろいろ探ってみてください。わかりました。はい、まずやってみましょうか。はい、でそのまんまね、当たりがゴーンときますんで、はい、結構ね魚に近い感じでゴツンときます。でその時はねそのワンピッチしたまんまグッと合わせを入れてみてください。はい、結構棚がばらつくことがありますんで、はい、100m から今しゃくってますけど、結構上はもう浅いとこ 10m とかでも当たる場合はありますんで、はい、麦イカになるともう上の方で当たることが多いですから、しっかり上までしゃくり上げていってみてください。はい、で結構ね竿の硬さとかによってそのしゃくりのね強さっていうのが変わってくるので、はい、しっかりね吸ってが動いてるなっていうのを確認するぐらいでしっかりしゃくってみてください。あ、乗りました。何メーターぐらいで来てます？50ぐらい。こっちも釣れました。何メーターぐらい？20。結構上ですね。あ、来た。はい。15メーターぐらいでかかりました。お、ダブル。釣れました。これは上は台場のイカメタルスって。1.85。カラー赤緑です。イカメタルスって TG の、ブルーチャートです。船長が言ってた時ワンピッチでずっとしゃっくり上げて、棚が 15m ぐらいだいぶ上の方で釣れました。そうですね、なんとかとりあえず当たりてたんで、こっからね伸びてってくれていいですね。あ、抜けちゃった。何メーターぐらいですか？50ぐらいです。50ぐらい、はい。おー、ダブル。
来ました。これは、デュエルの EG スリムですね。ピンクグローカラーです。こちらが EG フィンミニメタル。花が、だいたい 50m ぐらいで、ゆっくり下が巻き上げてくるような感じですね。で、一群と重くなるような感じで釣れました。はい、僕が使っているタックルはダイワのエメラルダスエア AGS タイプ N、65ULB イカメタルと、リールが、キャタリナ IC100 の SHL です。リールは、遠心ブレーキがついていますので、船から少し離れたイカまで、軽く投げて、アクションさせると、遠くのイカまで、探ることができるのが利点です。ではイカを美味しく持ち帰るための商品を紹介します。今ですね、各メーカーさんからこういったイカを持ち帰るためのトレーが発売されています。こういったものに入れていただくと、非常にイカを冷えた状態で持ち帰ることができますので、鮮度を長持ちして、美味しく持って帰ることができます。今だけ今だけ走りますね。走るもうゴリ巻きです。走るんで意外に効く。おー、釣れてしまうね。わあすごい、すごい、すごい、わあすごい、すごい、一個落ちた。またすごいこのな。わあ、受け掛けして魚狙っちゃいました。ちょっと僕らの分まで釣ってください。後ろ。今シャクってちょっとほらポールが入っとるじゃないですか。ポール入らんようにね、ずっとテンションかけたまんまちょんちょんと持ち上げてやるような巻きのワンピースの方が乗りやすいです。65m で一気に持ってきました。 125m です。なんでかなり深かったので巻いてくるのが偉かったです。菅原さん、さこれはどの棚で釣れたんですか？ 80m ぐらいでホールしてた時に、ホールで乗っていました。糸が落ちるのが止まったので当たりで分かりました。このスッテは何ですかね？ハヤブサのタングスッテの20号ですね。カラーはオールブルーですね。釣れました。42m。 120から巻き上げましたよ。しゃくりはそうですね、ちょっと最初の早めのしゃくりからもうゆっくりめのしゃくりでゆっくりしゃくってワンピッチでしゃくってきたら釣れました。ひったくるような感じでぐんと竿に力が乗るような感じのあたりでした。釣れました。ダイワのイカメタルスって TG の、ダイワのイカメタルスって TG のブルーチャートです。あ、本当ですか？はーい。釣れました。うわ、さっきと同じ、ブルーチャートです。僕が使っているロットはセフィア CI4 プラスメタルスッテの B66MS、 リールがバルケッタプレミアムの 151DHXG です。こちらのリールが、フォールレバーという、スッテのフォールスピードを自在に変えられる機能と、あとはロングハンドルがついていてかなり、巻き感が強いという特徴があります。今日使っていく石黒オリジナルのイカメタルリーダーのご紹介をいたします。一番の特徴はここの編み込み部分です。この状態だと、枝の部分ほぼない状態なんですけれども、こんな形で一瞬で
ロングリーダーに切り替えることができます。ここをある程度こう伸ばしてあげると締め込みがきつくなるんで動かなくなります。動かすときはここの編み込みの部分を縮めてこうやって動かしていってあげると動いてこうやって固定されます。今は麦イカメインの釣果ですけども、はい、今後マイカが始まってくると思います、はい、麦イカ釣りとマイカ釣りの狙い方の違いについて教えていただけますか。そうですね、まあ、大きな違いはやっぱ動きやと思います。ずっとね動かしてる状態で乗せることが多いんですけど、マイカとかっていうのはねやっぱ動かしてから、まあ、こうしゃくってからのステイですね、ステイだったり、はい、しゃくってからのテンションホールだったり、止まってる時に乗ることが多いので、はい、そこら辺の違いが多いですね。で麦の場合はやっぱねずっと止めないですけど、マイカはやっぱね止めるそのステイの時間の長さで当たりが出てきたり出なかったりするんで、はい、やっぱそこら辺の違いは全然違ってきますね、イカによって。乗りました。マグですよ。今110まで落としてしゃっくり上げ5メーターぐらいですぐに来ましたね。105メーターぐらいですかね。はい。このすってはイージーフィンミニメタルメーカーはデュエルです。このすってよく釣れますって。だそうです。船長、ドロッパーで使う、はい、浮きすってとエギの違いと使い分けについて教えていただけますか。そうですね、まあ、場面で使い分けるときとカラーとかシルエットで使い分けるときがあるんですけど、まあ、今だとね麦イカ結構ねキビキビとした動きが乗ること多いんで、割とすっての方が使うこと多いですね。すっての方がねやっぱ枝とかを短くすると機敏に動いてくれるので、ワンピッチとかねそういう時に動かしやすくなりますね、はいはい、で目立ってやっぱシルエットも小さいんで乗りやすくなります。でエギとかはどうしてもねやっぱふわっと落ちるようなことが多いので、ちょっと枝を長めにしてもらって、マイカとかそういうところにねテンションホールでふわっと見せてあげたりとか、あとはステイでこう漂わせてあげるとか、そういうような場面に有効ですね。ありがとうございます。はい、シマロのイケイケステに変えました。ホールが速いこちらのステでちょっと試してみたいと思います。カラーは、赤青白です。始めてみたいと思いますって。OK。これで OK ちゃう。皆さんのお土産分ゲット。まだ深いです。100。今も 100m 上がってます。5杯ぐらい 110m からワンピッチでしゃくってきたら竿先にプンっていう当たりがあったので合わせました。釣ってはハヤブサのタンクスって20号ですね。このスっておすすめですって。何メーターですか。7。お、結構上です。できます。ゆっくりとこうしゃくり上げながら巻いてきたらかかりました。下ですね。よいしょ。鉛4つ目じゃない。よいしょ。はい、デュエルのイージーミニメタルですね。20号です、はい、このすってもよく釣れるんですって、はい、釣れます。いいすってです。あ、釣れました。セフィア CI4 の、B66LGS っていうシマノの竿なんですけども、ウキウキトップっていうすごい柔らかい、トップで細くてすごい当たりが取りやすいモデルです。ダイワのエメラルダスエギ
の、ケイムラピンクでグローでラトロまで入ってるっていう盛りだくさんカラーです。よく釣れます。棚はやはり 100m ぐらいで、120m ぐらい落としてからやっぱり巻き上げてくる、巻き上げでやっぱり釣れますね。はい、そんな日です。食われた食われた。ではもうすぐで終わりになりますので、最後、みんなで早掛けチャレンジをしたいと思います。最初に釣り上げて手元までイカを持ってきた人が勝ちです。ではスタート。早いですね。お、重たいですか。いや、いいな。さすがイカマイスターですね。お、もうすぐ上がってきそうですね。早くないですか。おーっと、1位は菅原さんです。シマノのふわふわセッスってのSサイズです。のどがくさんも釣り上げました。触れちゃいましたけど、デーヌイージーミニメタルの、茶色ですね、ブラウンカラーです。はい、今から釣ります。そういえばれました。ようやく釣れました。では今が旬のイカメタルゲーム、皆さんも楽しんでください。お疲れ様でした。皆さんいかがでしたか。私は23杯でした。26杯でした。39杯でした。お、今日の勝者菅原さんですね。よっしゃ。菅原さん、今日良かったすってや狙い方について何かありますか。狙い方は周りが釣れてるなって言ってる水深の 20m ぐらい下からワンピッチでひたすら同じリズムで刻みできたら当たりが多かったです。エギタイプよりはすってのタイプに反応が良かったと思います。ありがとうございます。船長お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はいろいろと教えていただきありがとうございました。ありがとうございました。勉強になりました。で、まあ、今後の見通しとしてはもうだんだんマイカに切り替わっていくと思います。はい、はい、で今日もね、両船の情報を聞いてるとちょっとマイカの情報が出だしてますんで、はい、ぼちぼちね、マイカもう7月になってくるとマイカになってくると思いますね。ありがとうございます。はい、皆さんもイカメタルゲームどうぞ楽しんでください。ちかほまるさん、石黒よろしくお願いします。よろしくお願いします。